いよいよ決勝の演技です。兄弟も見てますね。きっとドキドキしてますよ。彼らってステージをうまく使ってるんですね。すごく難しいことはしないんですよ。こう理想的な振り付けですよね。いっぱいいっぱいステージをステージを使っていっぱい使うんですよね。まあ、スペーシングの使い方がうまいということですね。やっぱこれはねキャリアですよ。ですよね。ルダはテレビ番組ダンシング・ウィズ・ザ・スターズ、まあ、日本版ではシャルウィダンスなんですが4年目の出演。そうですね。もうシドニー歩いてて、まあ、シドニーで住んでましたからね、もう街歩けない状態ですよね。あ、そうですか。そしてオリバーそのリーダーはシドニーオリンピック開会式でも踊ったことがあるという有名なダンサーみたいですね。そうですね。もう特にそのソロで踊る9番ダンスも素晴らしいし、ありとあらゆるダンスやってますよね。そしてミュージシャンでもありますからね。パワーカッションやってますからね。ですね。じゃあリズム感もすごいです。綺麗、綺麗、まあ、綺麗っていう言葉があまりにもね当たり前すぎるのかもしれないけど、はい、もう本当綺麗クリーン、特に何がいいってんだじゃないんだよね。そう、全部いいんだよね。そうなんですよ。そうなんですよ。全部。ああ、先ほども言いましたけれども、もう観客席もそうですけれども、審査員席も見入ってしまいました。そうですか。もう幸せ感じましたもん。審査員ここでやってて嬉しい。なんかこのペアに関しては女性は魅力的じゃないですか、もう男性もこのオリバーも魅力的なんですよね。すごく見せてるというか。